で、3つ目の折りのコツ、前足の使い方っていうの、結構これがまあ見てて多いなと思う、みんなの癖っていうか手こずってるなっていうところなんだけど、前足使ってズリズリズリってみんなやってると思うんだけど、みんなここで止まっちゃって板がロケットの状態っぽくなってるのが多い。で、落ちる時に板が足が伸びて後ろがこう上がってきてるなっていうのが多くて、まずちょっとすり足の使い方を最初教えていこうかなと。もうテールの足の位置とかは前回前々回と教えたので、今回はもう前足のみで説明していきます。で、前足、皆さん知ってる通りこうテール叩いて浮いてるズズズズズって上がってくるんだけど、ここで止まってる人が、まあ、言った通り多いんだけど、一つ原因があるなと思うのは、こうやって上げてる。俺のこの上げ方と何が違うかというと、俺の場合は降りをできてない人とかの降りは簡単に言うと、すり足、左足、俺の場合は前足、あ、俺の足は左足、前足のこと。この時に足首だけこうなってて吸ってる人が多い。で、ここが結構重要で、足首でこうやってするんじゃなくて、膝を先行させる。グッとイメージとして。こうじゃなく、そう、まあ実際板ってこの高さじゃなくこんぐらいまで上がってると思うんだけど、この時にこの膝がこう先行しとくのが結構大事。膝から前に出すことで最後このピークの時に膝をピッてやるから、あ、膝じゃないね、最後のここでこの足首の動き、膝をこうやって下に下げるとかじゃなく、ももを下げるじゃなく、ここからこの動き、ズリズリズリ、クイッ。なのでピークまでグイグイグイって吸ってって、このノーズのキック、ここね、ここを感じながら上げて、最後にグッってやんなくてもいいから、最後クイッってやって、この膝よりも少し足がこう出るイメージ。今多分出た、膝を中に入れるんじゃない、膝をこの状態から、足首をこうねじってる状態から、ここでフラットになったら今この時点で膝から出るから、この足首プラスこの膝の動きが結構大事になってくると俺は思ってて、まあ、結構みんな
あの送ってくれてる動画とかを見たり、前回 の視聴者さんのやつとか見ても、やっぱここで止まっちゃって、結局この足がここから下に下がるからふわっていう気がないと思うし、そこが結構大事なんじゃないかな、大事なんじゃないかなというか大事、実際今の説明のだとロケットみたいな形の人とか、ピークが後に来ちゃう人でしょ。こっからこうズリズリズリって、これ空中だとして上がってて、こっから下に落としちゃう人で、空中時こうやすってる時ってこっちの足ちょっと離れてるから、で実際これを下に下ろした時に板がこう平らになってこうやってくっついてくる。だからピークの後に板がフラットになる。でピークでフラットにするために、さっき言ったこのグッ、この膝から前に出すっていう動きが必要になってくる。まあ、最初はこの膝を先行させるっていうのをイメージするといいんじゃないかな。で次がピークでボードをフラットにするイメージ。まあさっきからも言ってるんだけど、ここで足が止まっちゃうから、ピークの時に板がフラットになってない。ズリッパン、ズリズリズリ、ここで止まっちゃうから、で落ちてくるときにズリズリズリグイッ、最後のさっき言ったこの膝から先のクイがあればピークのときにはテールがクインって上がってくるんだけど、ズリズリズリここで止まっちゃってるから、ピークのときには板がこの状態、こっから足が落っこちてくから、ピークがここ、ピークっていうか板がフラットになるのが遅くなっちゃう。ここのここで引っかかったって思ってから、そっから足首をこう返すようなイメージかな。で膝を出せば前に、だから変に差し下りとかしようとしても、こっから足が伸びちゃうと結局あの何だこれと一緒だから、後からピークが来るのと一緒だから、差し下りの時も実際は吸ってる力が強くし俺はしてクイーンってここはやってるだけで、前に刺そうっていうイメージはあるんだけど、この膝を全開に伸ばそうとはあんましなくて、こんぐらいかな。で後ろ足は寝かせる。差し折りもこっちっていうよりも少しこう下気味にはなるんだけど、でも膝全部は伸ばしはしで、後ろ足首ひねってこう後ろ足をこう返しちょっと返してあげないと落ちるときにちょっと戻すから、これでふいって全然話変わっちゃったけど、you
このすり足、ここで止まっちゃってる人、あと すりすぎてる人も多いかな。ズズズズズってすってんだけど、上に、俺のやり方でこう上にさあザッてここで引っかかる。なんだけど、オーリーしてすり足をやったら意識してる人はこっちの横にも、横にやろうとしてる人もいいから、ぐーすると低いオーリーにもなっちゃうんで、うん、注意。